それでは委員会を再開いたします、えー、休憩前に引き続きまして一般質問を行います、えー、児童虐待について吉田委員どうぞ吉田委員どうぞよろしくお願いします遅く時間までお疲れさんでございます、えー 1>, まあ1月14日、緊急事態宣言が発出された翌日に、ですね、公明党・京都市会議員団が、角川市長に緊急要望提出をさせていただきました、その時に、えー、いろんな市民の皆様から寄せられた声を、ですね、議員団みんなで精査して、持ち寄って、そして緊急成果のもの、重要なものをあの取材選択させていただいて、絞り込んで、一つ一つの項目をあの提出したんですけれども。 その中に児童虐待の問題、これはもうちょっと外せないだろうということで、市長にもこの取り組みをね、強化していただきたいということをお願いをさせていただきました。まあ、今、もうコロナ禍で、実際増えてるんだろうかと、心配している声があります。まあ、市ののののの当局からのあの報告でではまあ昨年の秋の段階での えー、集計といいますかね、あの報告は過去最多を更新しているということですけれども、実態はどうなのか、どのように分析しているのかということを、ままずはご答弁をお願いいたします中田委員長。児童、はい、虐待の件につきましてでございます。あの毎年、あの夏秋に広報発表させていただいていますのは、その前年度の状況ということで。 あのこれにつきましては、これまでから増加の傾向を呈しているということで、発表させていただきました。で、コロナの感染拡大に伴いまして、まあ、あの緊急事態宣言による外出自粛、また学校における臨時休校。 で保育園等の登園自粛等々もございまして、子どもたちの生活も大きく変化があったと,いうところでございますけれども、今年度に入ってからの児童虐待の相談通告の状況を見ますと、昨年度に比べると、先ほども答弁申し上げたとおり、大きな増減がなかったということでございます吉田委員。 前よりもちょっとあれなんですけど3月2月3月にねあの緊急事態宣言が発令されてそしてそれがまだ延長されたということで長期のですね学校休校がありましたにもかかわらず保育園等々は,、まあ、それはあの保護者の働いておられるね故事情もあるので、えー、引き続き開正されたというような状況があったこれがまあ昨年の冬春にかけてのね 状況でありましたそうすると同じ兄弟でもいでも家族の中でですねあの子どもあのお兄ちゃんお姉ちゃんは学校を休んでいるけれども子供さんあの下の子お子さんは保育園に行かれているとかいろいろあ,るあったわけなんですよね。でただしやはりそれぞれの世代がもうお互いがみんなが緊張感を持って気を遣ってであの自粛の中でステイホームそれぞれがまあもう本当に。 家の中でも,もうあまり外出せずに密閉された中でですね家族生活を送らざるを得なかったまた友達と遊ぶことも自粛したまたそういう少し遊びに行っても周りからね近所の人からもちょっと冷たい目でさらされるようなことも、まあ、耐えておられたというような状況があったで、まあ、夏から秋にかけて解除された後はまは学校等々が再開されたまた経済の再開へのねいろんな動きがあったと。 いいいうことがまあいろいろあったわけです、ね、それでま,あまた年明けに緊急事態宣言という状況でありますすなわち私は何が言いたいかと言いますともう子どもたちもそうですし親御さんも含めて、ね、ずっと続けたら緊張状態がもうかなり限界に来ているんじゃないかなともうストレスも,もうリミットを、ね、もう超えているんじゃないのかとそういう時期に来ているというふうな心配をしているわけであります。 ですからまあ緩んでるとかいうふうなですねまあ批判等々がありますけれども逆に疲れているからというふうにいろんな問題が起こってきているのではないのかなとこう思うわけではなんですよね。いつまであってもあの昨年の春のようなあのもう全てが密閉されたあのもうような状況はもうとでもやないけど無理なんだとあの時そんなに大きな問題になかなか起こらなかったとかまあいろんな言い分があるわけなんですけれどもねまあそういうことも踏まえて。 えー、この1月、2月以降の,です、ね、あのご家庭の中のさまざまな問題をどうあのしっかりと見据えて分析して対応していくのかということが行政に求められているんじゃないかと思います、すなわち水面下で深刻化が、ね、進んでいるという懸念をあしに持った上で対応していく必要があると思うわけなんですね。したがって、えーえー 目に見えないところで大変なストレスの中での虐待事案というものがどっかでこう気づいて見つけて早期の対応をしていくということがやっぱり子どもたちの命を守るまだ心がつつ壊れていく閉ざされていくそういうこの問題への取り組みっていうことが必要になってくるすなわち学校や園の気づき通報連携体制 ということが、ねまあ、大事になりますけれども、この点に関しては、今、どのようにお考えなんでしょうか大泉担当部長、はい、あの吉田委員ご指摘のとおりです、ね、このコロナ禍におきまして、あのまあ、子育て家庭、えーまあ、子ども、親、すべての家庭の中の,です、ね、あの緊張感、精神的な負担が高まっている状況があると思われまして、その支援が本当に重要であるといううな認識でございます。 あの本日はこれまで例えば親の支援で言いますとさまざまな産後うつの要望であったりとかあるいは家庭訪問あるいはヘルパー派遣等を通じましていろんな事業の中で精神的な負担なんかの軽減を図ってきたところでございます。そういいったとこににに加えまままましてまささ委員ごご指摘の点でございますあの、ま、さに気づく そして、いかにこう対応していくかが重要であると認識しております。あの、前回と違いましてですね、今回の緊急事態、あの学校の指思的許可ごとはございませんが、まさに不要不急との外出移動についての自粛要請は行えていう中でですね。あの、その過程をどう対応していくのかということが大切だと思っております。で、その中ではやはり、えー、まあ、その各様々な関連する機関がいかに、こう、いわゆるアンテナを張っていくか。 ということと重要だと思っておりますでそういった中で、あの1つはですねあの私ども、えーとまあ、学校もそうでございますし、保育所、幼稚園、それから児童館、学童クラブ等、障害児施設、そういった施設に対してです、ねあの、まさに見守っていただくことと、状況の変化があれば、まあ、私どもお、児童相談所であったりとか、あるいは、あのハンクミス等にですねご連絡いただいて、ご相談いただくということについて、ですねあの依頼をしているところでございます。またそういった 中でですね先ほど申し上げましたような、各関係機関がそれぞれが連携する、まあ、特に養体敬を中心とした取り組みでございますが、こういったことの中で、ですねさらに連携を深めてあの、繰り返しになります、アンテナを張っていくということが大切だと思っておりますので、そういった取り組み、ともしっかりとしてまいります吉田委員まああのこの何年間かずっと積み重ねられたノウハウがあ,のあると思うんですよね。 またこのコロナ禍における家庭生活、社会生活の問題解決をです、ね、あの様々直面されている中で、えー、実績をね積まれていると思うんです各行政のそれぞれのお立場それぞれの機関におけるおれをお一人の、ね、職員さんスタッフさんまたあのその周りの,、ね、あの市民の皆さんもあのそれぞれのご意見もお持ちですしまたそのご経験があると問題意識はしっかり持ってはるというのが共通されていると思います。したがってぜひですね これまで培ってきたことを積み重ねてきたことをしっかり連携取って検証されましてですねシステムがしっかりと機能していけるようにねしてお願いしたいそれをこうコーディネートするね行政の役割の重大さということを申し上げたいと思います同時にですね今度まあ虐待をしてしまう側である保護者親の側への支援というのがですね重要になると思いますのでこれに関してもやはり局を超えた あの連携というものが大事になるんじゃないでしょうか。それこそやはり地域ぐるみでですね、孤立をさせないということも大事になってきます。今こそトータルの支援というようなことが重要になってくると思います。地域地域によってはですね、各自治体ごとにそれぞれの特徴がありますけれども、やはりあの大きな事件が起こったりなってニュースになったりとかして、それで市民の関心もまあ あの深まってそこでいろいろな取り組みがあるけれどもまあその熱はいずれまあ少しずつ沈静化してしまうとだからまあ一気にガーッとなってもですねえ継続性というになるとどうなるのかということがありますそれはえもうやむをえない部分がありますのでだからこそ私はそれぞれの行政の,その連携連携をねえ町内の中での連携を取ると同時に地域ごとのさまざまな情報交換等々をやっていただくという姿勢 をお願いした上で、ね、あのこの虐待をするしてしまう側のです、ね、方々への支援ということがお願いをさせていただきたいということを思っております、まあ、それぞれの地域では例えば、えー、児童虐待にあの限定せずにです、ね、高齢者虐待障害者虐待というその虐待の傾向を一つこうく,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 くくりにしましてです、ね、その上での,この市民ぐるみの対策を練っておられるようなそういうところもあると。 聞いておりますし、そういう点も含めたあのお取り組みですね。これをまああのもう必要ではないのかなということでございます。いずれにしてもあのこれからどん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 あのまたあの報告が入ってこられて分析される、まあ、そういうタイミングでもあるかと思いますので、ぜひですねこの2019年あごめんなさい2020年度がどんな状況だったのかということをあの今もお願いをしたことをですね、しっかり踏まえていただいてお願いしあの進めていただきたい。 これが私どもに寄せられたいさまざまな市民の皆様からの声を踏まえたですね、こちらからの極めて重く受け止めている立場の意見であると思っておりますので、よろしくお願いします。その点の点ご答弁をいいいいたただいて終わりたいと思います。中田委員長 はい、あのいつの時代でも児童虐待の背景には、やはり人間関係の希薄化といいますか、そういったことがやっぱり影響している部分が多いというふうに、ちょっと日頃感じるところもございます。やはりあの今、議員ご紹介の地域ぐるみの関係、あるいは子どもたちが所属している学校や保育園、まあ、そういった関係機関が小さなサインに気づ,気づいて、まあ、それを大人たちが共有をしてです、ね、あの対応していくという、そういったシステムがあのどんどん大事になってくるかと思います。 またあの既に虐待をしてしまった家庭についても引き続き所属する機関と自尊の方で定期的にあの必要に応じて情報共有しておりますので何かの小さな変化についてもあのしっかり対応していけるようにやってまいりたいと思っております以上ですよろしいですかはいこの件に関連して他に質問はございませんかございませんかなければ次に保護者が感染した場合の 子どもを預かる体制について、河井委員どうぞ。河井委員、はい、お疲れ様です。えー、っと、保護者が新型コロナウイルスに感染をして、 看護する人が誰もいなくなった子どもについては、本市の児童相談所一時保護所において、子ども若者育み局の保育士さんが受け入れ対応を行っているということを聞いています。で、あの5月2日から実施をされているんですが、実際受け入れたケースはあのどれぐらいだったのか、あの子どもさんの、まあ、年齢というか、状況等も分かりましたら、 教えていただきたいと思います。中谷委員長。はい、あの今議員ご紹介のとおり、昨年五月から対象を組みまして、保護者が陽性になった場合に。 濃厚接触となった児童を他に看護する親族がおられない場合にご相談いただいたときに、私どもの治療法をする取り組みということを開始しております。以降、実績としましては、意見の対応がございました。児童の詳細については、ちょっと差し控えさせていただきたいと思っております。<員>あの伺ったのは、えー、と私のは私身近でも ご両親、またそのおじいちゃん、おばあちゃんですね、親族さんがあの見られないような事案がありまして、そ,その事例をあの受けながら、この問題を考えたわけなんですが、簡単に述べさせてもらいますと、乳幼児さん2人おられる家庭で、お母さんが、 感染をされましたであのその後の、えー、検査でお父さんも陽性であることが分かったんですからでに濃厚接触者ということなんですが、えーまあ、この子どもさんもずっとあのおられたということで補あの実際陰性だったんですがようあの 感染されている可能性もあるだろうということでおじいちゃんおばあちゃんもあの見ることがだめだというふうにまあそれは保健所の判断だったと思うんですがあ,のあった状況だったんですね。で、まあ、子どもさんを預かってもらうっていうこともできず困っておられる相談を受けたんですが、えーまあ、こういうようなケースまあえっ、ー、と多分 おっっしゃったように相談があった方について条件が満たせたら、えっと、一時保護者のところで見てもらっておられるということなんですがあの一時保護所で見てもらわれる以外に私が聞いた事例のようなことが他にももっと、ね、あるのではないかと思うんですが親が感染をした場合子どもの感染を防ぐとか 感染をした親が安心して療養できるっていうことについてどういう対応をしておられるのかということについても知りたいなというふうに思いました。どうでしょうか。中谷大臣長。はい。あのいろんなケースがあるかと思います。あのおじいちゃんおばあちゃんがおられてもやっぱり感染リスク高いとかあの看護ができないという状況もあると思いますので個々の状況に応じて。 医療衛生センターとかでの調査の中で、そういったご相談を受けた場合について、私どもがその後のケアについて、十分ご説明申し上げて、保護者の同意を得,れば得られれば、一時保護が可能だというような形になっております私が述べたようなケースで、私はもう、どうこの場合は対応したらいいかというのが分からなくて。 えと保険、こ、えー、ども育み室ですね、保健さんの関係でちょっと相談をしたんですがあの、実際に一時預かりのところを、一時保護者での、えー、と受け入れをされたのは一件ということだったので、あの私が伺った似たようなケースというのは、他にもやっぱりあると。 思うんですよねで困っておられる方が実際にあるんじゃないかなと思うんですが、えー、子ども育み局のところで把握されているようなことの中でどういう対応されたかという他のことについても教えていただきたいと思うんですが。はい、上田出張 すみませんですあのまず、えっと、先ほど先生がご紹介されたようにお母さんの感染が先に分かってでお,のお子さんとかが濃厚接触者になったとっいうような状態ですとあの基本的に保健所の方がそこのご家庭とあのやり取りをさせていただきます。でその中でで、えーえー 接触者調査とかあと濃厚接触者に対してこの後どうしていくかということの調整を保健所の方がされますのですべ、えー、てがすべて私どもの局にダイレクトに入ってくるのではなくて先ほど申し上げたあの実績のあった分についても保健所とご家庭の方で調整の上あの一時保護でお願いしますということになったのでということであの私どもの局に連絡があったものを受け入れたというようなものでございます。 ああの具体的な対応について伺ったんですが、そういったことは、万一、私があの申し上げたようなケースだけではないと思うんですが、感染をされたときに次はどうなっていくかということは、市民の方には知らされているという,ような形になっているんですか今ウ あの5月にこの体制を取ったときに、の,の方はしております<員>ええ今、体制を取ったときにというのは、一時預かりのことなのか、そ,のそうはなってない事,事案もあるんですが、えー、保護者が陽性になられたときには、こういうふうになりますよっていうようなことが、広報されているのか、広報したとおっしゃったのは、えー、どういう場合のことで、 どういう形で広報されたか、教えてほしいです保護者が全員そのコロナの、えー、陽性になったりとかした場合で、看護者がいなくなったときに、一時保護の受け入れをしますということを決めたときに、5月にお知らせという形で広報資料を出させていただいております。会<員>これについては私たちも いいいただいているのであのそれをもって先ほどの最初の質疑したんですけれどもあのそのあ、えっと保護者の方が感染された場合は保健所とのやり取りの中でっていうねその先がやっぱり見えなくてすごい不安だけが大きくなられて当、えー、の議員団の方 に相談があったといううよななケースなんですね、うん、それでもう少しこうあの例えば PCR 検査をここで受けられますよとかねそ,のそういったことの候補があるんですが、えーもえー、そういう不安今申し上げたような、えー、こと実際には一時保護のところに取捉えてないんですがそういうケースもあるということなんかも、えー、考えていただいて 心配がないように、えー、私は知らせていただく必要があるのではないかというふうに思いました。この点あの答弁をいただいてこの点については終わります。上田氏と。はいはい あの、保護者のご不安な気持ちっていうのは、あの、やはりあるかなというふうに思っております。ただ、あの、保健所の方でですね、あの、単にそのコロナの感染した、その方のことだけではなくて、かなり丁寧にお子さんいらっしゃる場合とかですね、やり取りをしていただいているというふうに、私のものは認識しております。また、あの、保護者以外に子どもさん見られる方がいらっしゃるかどうかっていうのは、かなりあの、個別的に違いますので、やはりケースバイケース、ケースに応じた対応で、えっ、ー、と。 保健所の方がいいと手を尽くしてててやっていただいておりますあの、えっと、春先とかの時ですと例えばすごく小さいお子さんでしたら一緒に入院調整をされた入院先に一緒に入れるようにしていただいたような例もあったというふうに聞いておりますのでそこのところはやはり実際の状況を保健所の方が聞き取りをされてしっかりと対応しているという認識でございます。 この件に関連して、他に質問はございませんかなければ続けて、保育園の感染時の対策について、川井い員どうぞ。はいなくなりましたが、あのこの間、えー、保育園の中でも、感染があ,のあって、臨時休園になるケースが増えているというふうに思います。であの 国の方がこの調査もしているのをあのホームページで見たんですけれども、実際、あの本市の、えーまあ、臨時休園を行っているような状況、あの数把握されているのであれば、それについて、えー、教えていただきたいというふうに思います、でまとめて質問しますで、この間もずっと議論させてもらったんですけれども、まあ、大抵2週間の、ね、休園っていうことが、まずは、あの 京都市が広報されている詳細の,、ね、あの感染者についての資料のところには載ってるというふうに思ってるんですけれども、えっと、保護者の仕事上、とりわけ今、医療やとか介護やとかいう現場におられる方が休,、ま、休むことができない、シングルマザーの方シングル、シングルのお父さんなどもあると思うんですが、そういうにあに、あの 実際、救援になってまご協力を保護者にいただいているわけですが保護者から困られた声などが直接上がっていないかまた、そういう保護者の方がおられるえと保育園などからそこでの,あの困りごとというのがあの出されていないかこの点を教えてほしいと。私はまああの保護者が休む 対策を取るっていうふうに言われているもとですが実際には万一の場合を考えて先ほどの先ほどはまあえー、っと保護者が感染をして看護する人がいないという事例での対策を本社取られているわけですが万一の場合を考えて保育園で受け入れられない時の対策っていうのは やはりいるのではないかというふうに感じました、この点、いくつか聞きましたが、答弁いただきたいと思います安部市長。何点かご質問いただきました、まず、保育園における救援数ですけれども、これ、日々、ちょっと数字、動いておりますけれども、これまで外数といいますか、で言いますと、これまで約50件の救援事例ございました。 それと、えーまああのこう、救援に伴っての,あの保護者等からの声ですけれども。あのまあ 確かにそのこの救援、どういう基準でやっているのかというと問い合わせを、養父相互支援室の方でもいただいております、まあ、あのその中で、まあ、あのこのような基準でやってますということで、まあ、ちょっとお声をさせていただいている、まあ、その問い合わせが、あのまあ、それほど多いわけではございませんけれども、あのあのまあ、いただいてはいるところでございます。 それと、まあ、あの対策がいるのではいというご質問ですけれども、えっと、前回申し上げたかもしれませんけれども、まあ、あのこのできるだけこちら、あのその対策につきましては、あのその救援のまあ影響はできるだけまあ少なくなるようにということで、えー、見直しをまあしてきておりまして、例えば、感染者の最終登園日が、感染可能,可能期間外であれば、救援にしないですとか、あの まあ施設内での接触の範囲が特定をできていて、かつ濃厚接触者じないあの園児のみでまあ運営可能な場合につきましては、あの一部で運営を検討するなど、まあ、できるだけその対象を、えーまあ、あのこれまで事例も踏まえまして、あのそういう形でやらせていただいておりまして、その中で、あのえー、その中で休園という扱いになった場合には、そのまあ対象の園児さん方、すでにまあ濃厚接触者となって、 でおられるかの今後の,の,あの積極的な調査の中で濃厚接触者というようなまあ判断がされるという可能性が高いえ条件になりますので、そんな場合につきましては、長いというご指摘がございましたけれども、14日間の,まああの健康観察、求められる状況がございまして、なかなかその対策というのは、ちょっと難しいのかなというふうに考えているところでございます。やっぱりあの 短くされてきたというあの答弁をこの間も聞いてるんですけど、最長10あの2週間っていうのはね、本当にえっと働いておられる方にとって大変なことだというふうに思うんですよ、それでやっぱり繰り返しになるんですけど、求めたいと、それとあの保育士が濃厚接触で出勤できない場合。 保育体制が取れないような場合もあるという話を聞いてたんですでそれであの国がこの緊急事態になったもとで保護者で協力が可能な方への要請なども含めてあの保育体制を、ね、取るということなども少し示唆したような文章を書 があ,るあると思うんですこういったことについて何らか考えておられないかで京都市からの協力の要請であるとか例えば保育士の派遣まあ、以前も言いましたがそういったことの検討についてちょっと答弁いただきたいと思いますいあの時間なんで、えー、答弁はあの、はい、不要ですはい、えー。この件に関してはい,時間,い、はい、時間でございますのではい時間でございますのでこの件に関連しまして他にございませんか なければ次に一人親家庭の養育問題、養育費問題について兵働委員長どうぞ。兵働副委員長。ではよろしくお願いいたします。えー、とまあ今コロナ禍であのかなり経済状態もあの悪化しているもんですから。 あのいわゆるその一人親家庭の方の困窮されている世帯が非常に多いというふうに私も認識しております。あのそれを受けてあの昨年は一人親家庭のあの臨時特別給付金ともあの年末再支給も含めてされたと思うんですけども、あのその困窮の中で。 やはりそ,のそういった世帯、ひとり親世帯に関しては養育費の不払いの問題が非常に大きいということであの昨年9月の司会の代表質問で私、ちょっとそのあたり取り上げさせていただいたと思うんですけれどもその後、11月の末30日に厚生労働省の方でまず最初にひとり親家庭の支援者等会議が開催されているんですけれどもその中で令和3年度予算の概算要求の中にですねいわゆるその養育費の確保支援 とというものをあの項目とししててて挙げられてま一つはその養育費の相談支援センター事業の拡充ですとか養育費等の支援事業の拡充というものがあるんですけれどもあのそれとはまた別で養育費の確保支援そのものとしての新規としてちょっとあのこれ金額とか細かい内容を割愛させてもらいますけどもおあのかいつまんでいきますと離婚前段階からの支援体制の強化事業ですとかあと厚生証書等の 債務名簿作成支援事業そして、保証会社と連携した保証契約の保証料支援事業でその他は先駆的な取り組み等に対しての補助が新規としてあの要求されているんですねであのそういったものを含めたとそれと同時にです、ね、同じそのあの支援者等会議の中の,その予算要求の中で自立支援の促進として自治体窓口のワンストップ化の推進というものもやはり謳たっているんですね。 まあの本市としてあの現在、こういったひとり家庭への支援は、夢安やすが中心となってあのやっていただいていると思うんですけども、こういったこの新たないわゆるその検討会議、検討じゃなくて、支援者会議ですね、そういったものの,この予算要求をされているこういう背景の中で、本市としてそのあたりの関連合いと、今後、どのようにこういったものをあの取り組みをするか、そのあたりの方向性というか、そういったご意見をいただきたいと思うんですけどお願いできますか西山部長。はい あのまあ、国の検討会議の方であでまとめの方が行われましたけどもまずあの、養育費の確保というのはひとり親家庭の,その生活の安定と、まあ、子どもの健やかな成長のため、まあ、その非常に重要な課題だというふうに認識してますであの国の方ではその不払いの,その養育費ですねその解消をこう図っていくということで 大きく2つあるかと思ってますあの、まあ、現行法の下で、まあ、運用の改善や見直しで対応可能な課題の速やかな検討実施を図っていくであと、養育費の確保、履行確保に向けた、まあ、新たな立法課題についても、まあ、議論して制度化を視野に入れた、まあ、検討を進める、まあ、この2つがあったかと思います。であの前段のあの、まあ、現行法下での取り組みに関しては あの9月の9日にまあその運用上の対応を中心としたまあ中間取りまとめがされてますであの私どもとしてはまあ京都市の取り組みとしてはあの委員の方からご紹介ございましたその弓安であるとかまあその中でその弁護士によるその相談支援養育費も含めた離婚に関する講習会あとまあ各市所の方での,その離婚届の,あのお届けする際にまあ,あの 相談窓口のご案内を織り込みさせていただくとかまあそういう取り組みをしているわけなんですけどもあの基本的にはあのこの取りまとめの方向性に沿った形でまあ京都市としても取り組みはさせていただいているというふうにあの考えているところでございますであとの,の,のこの先に12月24日ですかねあの検討会の方あの取りまとめられた部分に関しましてはどちらかと言いますとそのえまあ今後その法整備であるとかまあその 制度化が必要なものが取りまとめられているというふうに認識しておりましてこちらにつきましてはその今後その国の動向というのを注視していく必要があるというのがちょっと基本的な今の考え方でございますのであの国の方から今ご紹介ございましたその補助メニューについてなんですけどもまあちょっと今の私どもとしてはその国の動向を注視しながらまた都市でも取り組みされているような事情もございますのでそこら辺のちょっと動向を見ながら あの考えていきたいというふうに考えております。共同副委員長、はい。あ、ありがとうございます。まあ、今お話しあった、あのー、その。 確保ですねいわゆる養育確保の,そのいわゆるメニューについては実施主体がいわゆる都道府県だけでなく指定都市各市町村市町村入らないですか中核市ですねそういった市があのまあ行えるようにということになってるみたいなので、まあ、ちょっとあの本市でもしっかりそれは是非あの視野に入れていただきたいということ今あ今ご説明あったそのいわゆるあの2つ目の法整備の方なんですけれども私もこれちょっとあの読まさせていただいてるんですけども、まあ、法務省の方が今回こっちの方は法務省が。 あの行ったいわゆる洋服不払い開始に向けた検討会議だったと思うんですけども12月24日に取りまとめ報告提言されてるんですけどもまあこの中にやはりうってるのがあのやはりその全国140万世帯というその一人親世帯のいわゆる子どもの,の生存保障をしていかなきゃいけないとであの養育の支払い十分に受けていないということ自体が 人や世帯の困窮の貧困の原因であると、要因の一つであるというふうに指摘されているということで、であのしかもこれ、私、すごい大事なだと思ったのは、あの国際的に見ても、いわゆるその人やの貧困率がです、ね、この経済協力開発機構に37か国加盟している、加盟している中で、日本が最低レベルにあるという話が出てましてで、それに対して、いわゆるそのしっかりと法整備をしてあの、いわゆる民法上、こういった不払いというものはあかんと。 やはり子どもの成長と生活のためには、その養育費というものは、民法上も養育費の請求権を持つべきだということが謳われていると思うんですね。で、あのこの2月にあの法務大臣があの法制審議会にこの議案の内容を提出するというふうにあの報道もされていると思うんですけど、まあ、法務省のページも載っているんですけども、あのこういった背景を含めて、本市としてその、先ほど、国の動向に合わせるということが話があったんですけども、しっかりそのあたりは連動していただきたいというのが一つあります。 もう一つはです、ね、あの京都家庭裁判所の方で昨年、一昨年かなあの離婚調停の申し出があったときにです、ね、あの中学生以下の子どもがいらっしゃる父母等に対象にしていわゆるあのお子さんにとって望ましい話し合いをするためのガイダンスいわゆるその親ガイダンスというものだったと思うんですがそれを行っているんですけども,も離婚の調停をしていない方は野放しという状況になってしまっているんですねで。これに関しては同じ検討会議ののの中であのいわゆる養育の取り決めの意義だとか そういった内容、情報提供に対して、父母に対して、公的機関がしっかりと親ガイダンスを実施していきましょうというふうに謳っているんですね。ですから、そういった中で、こういう調停をしていない方々へのガイダンスという機会が、やはりどこかで必要かなと私は思っていまして、そういったものを含めて、あのこの夢やすとか、まあ、いろんな体制はあると思うんですが、そのあたりもちょっとお考えいただきたいと思っているんですね。それともう一つ 同じこのいわゆるその検討会の,あの提言の中で、ですね養育費の確保について、民間サービスの活用にも言及をされています、そういった背景の中で、やはりそのもう一度、本紙として、国が今、お話しあったのは、国がしっかりとそのあたり、行えばというお話があったんですけどやはりそのあたり先んじて、しっかりとあの内容を吟味していただいて、取り組み、目安の拡充にもつなげていただきたいと思うんですが、そういった最後、お話聞いて終わりたいと思います。よろししくお願いします ご指摘のとおりあの、生活保護世帯、まあ、京都市非常に母世帯が多い状況もありますし、養育費の確保というのはあの、まあ、当然なされるべきものだということで思っております、それとあの一点、ちょっと国の法整備を待つと申し上げたのは、ちょっと関わりづらい、まあ、あの離婚前にどういった立場で関わるのかということが、あの公的機関が求められているというふうに報告ではあるんですけれども、その離婚前に、まあ、どちらの方を持つのかという。 あるいはどういう立場で望むのかという整理がなされていない中で、少しあの関わり方があのまあ実務者にも検討しているんですけれども、非常に難しいところがありまして、その意味も含めて、どうやって関わっていけるかというのをまあ国の制度を見ながらあの検討させていただいております。あのすぐにできない点もございますが、しっかり動向に見据えてあのやっていかなければいけない課題であるということで、取り組んでまいりますよろしいですか。 なければ以上で子ども若者育み局を終わります理事者お疲れ様でした次の教育委員会につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願いますそれでは教育委員会の理事者が参りますまでしばらくお待ちください合わせてこの時間を利用して喚起をいたします それでは委委員員会会をを再開いいたしまますす教育委員会関係の一般質問を行います昨日までに加藤委員から学校運営にかかる予算要求状況についておよび部活動におけるコロナ対策について鈴木委員から重症化リスクの高い児童生徒への対応について兵戸副委員長から地球温暖化対策と学校等の取り組みについて寺田委員から新型コロナウイルス感染症に対する 教育委員会の取り組みについて富樫副委員長から緊急事態宣言のもとでの教育活動課外活動のあり方についてそれぞれ一般質問のお申し出がありましたので順次発言を認めることといたしますこの一般質問の質疑時間は答弁を含め1人当たり15分以内といたしますので15分以内に質疑を終了していただきますようご協力をお願いします また関連質問も同様の取り扱いといたします。なお、お申し出のあった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。それでは一般質問を行います。学校運営にかかる予算要求状況について、加藤委員どうぞ。 いはい、えー、学校運営の予算要求状況ということで、まあ、今後、開会される予算の議会にも関わることですので、まあ、答えられない部分も多いかと思いますけども端的にお伺いしていきたいと思います。まず今年年度度でですね、まあ、4月年度当初からコロナの状況下で学校運営を、まあ 一小学校をしていかなければならないということでまあ非常に先生方も大変な中でえ活動していただいたと思いますしまあえ途中で国から学校運営のためのまあ特別な予算も配分されたということなんですけどもまあ学校現場からしてまあ今年1年まだ年度終わってないですけどもまあ学校運営の予算についてまあどんな要望があったのかとかまあ十分 に対応コロナの対応をした中で学校運営ができていたのかとかそういった現場の声はいかがでしょうか。田部長 あの現場の声でございますけれども、やはりあの感染予防のためには、あのこれまでにない体制が必要だったということで、あの校内予算の捻出に学校もいろいろと工夫しながら取り組んでいただいたところでございます、その中では国の支援がございましたので、そういう中で、なんとかこの今年度、乗り越えるのではないかというふうに考えているところでございますま。ああ 教育予算の全体の中での学校経常上運営費の部分につきましても、どのようになるのかということについては、しっかりと確保してほしいというような声をいただいているところでございます。 はいえーまあ、行財政局として、まあ、京都市全体なんですけど、まあ、行財政局中心に来年度以降の予算、まあ、正規なく見直していくということで、まあ、教育委員会の事業についても様々見直しが行われていくということになるのではないかなと思いますが、まあ、その中でやはり学校運営していく中でってきっちりした予算を工夫した中で確保していただくことはもう必ず必要になると思いますし。 えーまあ、ただでさえコロナで、えー、今まで以上に学校現場に負担がかかっている中で、えー、しっかりと確保予算を確保できないとまた現場に幸せがいってしまうということが起きかねないと思いますけどもその点含めて、えーまあ、予算の確保工夫した確保に向けてしっかりと、えー、決意を述べていただきたいと思いますがそれだけお伺いしてこの件について終わりたいと思います。田部長 あの財政状況、時限を超えた厳しい状況の中で、教育委員会といたしましても、すべての,あの予算につきまして、今、ゼロベースから見直ししているところでございますので、来年の予算について、教育予算についても大変厳しい状況であるということには変わりはございませんが、しかし、今、先生がご指摘ございました、学校現場ではやはりあの教育活動、 を続けてていく中でどうしても必要な予算というのがございまえそれをしっかりとまず確保するとともに、やはり来年度もいろいろな課題を抱えておりますので、それに対応する新たな予算も当然必要となってくるわけでございますので、要求すべきはしっかりと要求し、また見直すべきは見直すという基本的な考え方のもと、来年度予算の確保に向けまして、しっかりと地を出して取り組んでまいりたいと考えております以上でございます。 えそれではこの件に関連いたしまして、他にごご質問はございませんか、えー、なければ続けて、部活動におけるコロナ対策について、加藤委員どうぞ、はい。部活動におけるコロナ対策ということで、まあ、新型コロナの感染症、を、まあ、非常事態宣言、京都も対象に入って、なかなかえ状況を見てると、高止まりしてるのではないかなという、まあ、厳しい状況であると思います。 で京都市としてもです、ね、さまざ、あ、まあ、今、前の質問でもした,したと思いますけども、さまざまな対策を取った中で、学校教育活動をしっかりと継続していただいていると思いますけれども、一律の学校での、まあ、最新の感染状況、まあどう、どういうふうに動いているか、その点、まあ、評価も含めてお伺いしたいと思います。福西出 京都一律学校での感染状況についてでございますが、昨日までで児童・生徒195名を含めまして、235名の感染が判明しているという状況がございます。そのうち児童・生徒の初発者につきましては、143名おられまして、約その95%が家庭内感染ということになっております。 また、初発者の判明に伴いまして、保健福祉局とも連携しながら、疫学調査を実施いたしまして、児童、生徒、また教職員に PCR 検査を実施しておりますが、3学期以降、初発者71名おられますが、それに対しまして、陽性が確認されたというのは1名という状況になっております。引き続き家庭内感染の防止に向けて、取り組み徹底する、また、学校内での感染の拡大に向けて、努めてまいりたいというふうに考えておす加藤委員 はいまあ、今ご答弁あったように、まあ、京都市全体の傾向と似たような感じで家庭内感染が多いということでございますで学校内の感染自体は、えー、抑えられているということで、まあ、皆さん現場の皆さんの努力が実った形になっているのではないかなというふうに考えております緊急事態宣言の 状況の中で、まあ、なかなかいろんな部活動ともあ,りあると思いますし、なかなか難しい面もあ,りあると思いますけれども、そういった中で、まあ、工夫して、まあ、現場でも取り組んでおられると思うんですけれども、参考までにどういった取り組みが行われているか、お伺いしたいと思います。清水担当部部長各学学校ににおきまししてはです、ね、あの文部科学省の通知も参考にしつつ まあ高い感染リスクを伴う活動についてはあの中止をしながらえその中であの学びを保障していくあの学びを止めない取り組みをしていくという取り組みをしておりますあの例えば教科学習においてはグループ活動なんかがどうしても 学習なんかは制限されるわけですけれども、えー、例えば銀河端末を活用した調べ学習でありますとか、あのソフトを活用したあの画像とか意見の共有、こういった取り組みを進めたり、あるいは体験活動におきましても、まあ、商店街の方とか地域の方、あるいは大学の先生なんかとオンラインで交流すると、そういったまあ形での活動なんかも継続しておりまして、まあ、工夫をしながら感染活動との両立、感染防止との両立を図った教育活動を行っているところでございます。 たあるいは、あの、医療的ケアとか基礎疾患と、あるいは、あの、家庭のご意向で登校を控える児童生徒についてはですね。あの、十分に丁寧な状況把握した上で、まあ、オンライン等の手法も含めた。教育活動を行うようにということも学年お願いしておりまして、そういったことも合わせて、ええ、取り組みを進めておるところでございます。以上でございます。加藤委員。あ、そういった中で、まあ、部活動については、まあ、市立高校では。部活動の中からクラスターという事例はないんですけども、まあ。 えー、他の学校高校等では部活動に関連した集団感染等がまあ、出てきてる状況もあるというふうに感じておりますその中でまあ、知事の方からですね部活動においてまあ、改めて感染防止の徹底をしていただきたいという話が記者会見で出ているというふうに思うんですけどもこれまで まあ部活動においてもさまざまな努力工夫とされていると思うんですけども改めてお伺いしたいのともう1点ですね私からの要望なんですけどもまあ特に身体的な接触が関係してきているスポーツまあグループチームでやるようなスポーツはですねなかなか制限されていく面があると思うんですけどもそういった中でもですね個人でできる取り組みと個人の基礎 技術の向上ですとか体力の向上等できる取り組みもあるのでそういった部分も向上しながらまあスポーツをするえお子さんにもまあ活躍今後の活躍する場に備えた機会を提供していってほしいと思います。これはは要望ですので、ですす。のご答弁は結構です国市出張 部活動の関係でございますが、学校の再開以降、この間、生徒の健康観察、また活動場所、活動内容の工夫、それから換気、手洗い、消毒等、感染症対策の徹底を図ってきたところでございます。また、あの今回、緊急事態宣言、発令されまして、それを受けまして、それらを踏まえた上で、1月14日には、活動場所を原則校内に限定する、また活動時間を2時間以内とする、感染リスクの高い活動、今、先生、お話ございましたけれども、 そうした活動にについいいいててては控えるということこさせていただいておりますまた、併せまして、昨日付でありますが、なるべく部活動につきましても、個人での活動といたしまして、複数で活動する場合には、十分な距離を空けること、また可能な限り屋外で実施するということも通知をさせていただいたところであります。今後とも公聴会、また中大連、高大連等、関係団体とも連携しながら、取り組みを徹底図ってまいりたいと考えております。以上でございます加藤委員 はい、で、まあ、そういった取り組みの中で今後も、えー、工夫していただきたいと思います。まあ、最後になんですけども、まあ、部活動、私もま小学校、中学校、高校と全部スポーツで全部バラバラのスポーツでやってましたけども、まあ課外活動対ですね子どもたちの成長、もちろん文化系の部活動もそうだと思うんですけども、子どもたちの成長にとってはま必要不可欠な要素の一つであると思いますし、なかなかコロナ禍の中で。 えまあ子どもたちも無症状が多いとはいえ感染家庭内での感染している子もいるの中で部活動でこれ以上感染者出すとまた部活動がさらに厳しい状況になってくると思いますので今一度まあ工夫をしていただく、ま。あ 学校現場にとっては非常に大変なことだと思うんですけれども、工夫を凝らしていただきながら、できるだけコロナの感染者を部活動で出さないように、徹底した対策をした上で、子どもたちの教育活動の充実に努めていただきたいと思います。以上で終わります。はい、この件に関連しまして、他にご質問はございませんか。なければ次に、重症化リスクの高い児童・生徒への対応について、鈴木委員、どうぞ。 議員はい、あよろししくお願いいたします、えー、っとまずです、ね、あの特別支援学校以外であの医療的ケアの必要な児童生徒の数の把握というのはされているのかつまりあの、のんの吸引とか排泄介助がいるとか食事介助がいるとか 含めたケアがです、ね、いる方の数というか人数が把握されているのか、もう一つ、またそ,そこまでのケアはいらないけど、基礎疾患、えー、例えば喘息とか糖尿病とか、そういう基礎疾患を持っている児童や生徒の,あの人数、数は把握されているものなのかどうかをちょっとご答弁ください。加担当部長 えまず特別支援学校以外での医療的ケアを要する児童・生徒ということですけれども、このよでにま12名の生徒ということで、それぞれの学校で医療的ケアを行っているという状況でございますまたあの。 その他の基礎疾患ということでございますが、学校の方ではの疾病調査ということで取り組んでいただいておりまして、すべての状況集約しているはおりませんが、学校の方で子どもたちの,その健康状況につきまして、把握をして、保護者と連携しながら取り組んでいるという状況でございます鈴木委員鈴木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 い木鈴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  今回の緊急事態宣言は、まあ、一斉休校とはなっていませんでしかも今非常にコロナ広がっているけど先ほどのご答弁であったように学校自身の中での発生ではなく家庭内感染が多いという、まあ、事実はあるんですけどもあのやっぱり全国での状況いろんなあの報道とか見てますとあのコロナ感染への不安から あの基礎疾患、例えば喘息がきつい子とか、そういった子なんかが、おまあ、親御さんだと思うんですけど、自主的に登校を控えている子どもがいるという、まあ、報道をあの見たんですけど、ただ、京都市の場合はそんなことが報告されてないかどうかをちょっとご答弁ください。清水担当部長 そういった方で正確な各学校の状況の把握というのは現在行っていないところでございますけれども、どういった ICT の活用をしているかという観点では、今ちょっと各校の状況を聞いているところでございまして、そういった中では、いわゆる基礎疾患でありますとか、あるいは保護者なりご自身も含めてですけれども、お持ちということで、投稿を控えられておられるんで、そういった方に対して、オンラインでの対応しているという事例については把握しているところでございます、以上でございます。 はい分かりましたでちょっと基本的なことであのお聞きしたいんですけども、えーとですね、あの学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルというものに、えー、と学校の新しい生活様式が、えー、と去年の9月3日出されててそこに書いてあるんですけどもあの主治医の見解を、えー、と保護者に確認の上 個別に登校の判断となっており、それで登校すべきでないと判断した場合の出欠の扱いは、非常返済等、児童・生徒、または保護者の責任に帰することができない自由で欠席した場合などで校長が認めた日として扱うことができると、つまりあの欠席扱いにしないということだと思うんですが、ということは逆に、 ご本人や親が、例えばあの喘息が非常にあってきつい子やけども、主治医の先生に相談したら、いやいや、学校はしっかり感染対策今してるから、マスクして行ったら大丈夫よという、例えば上限を受けたと、そうした場合なんかは、もう欠席扱いになってしまうのか、そこを少しご答弁ください。清水さん 今先生からご指摘がありましたが例えばまあ日常的な医療ケアを必要とするあるいは基礎疾患があってですねえまあご家庭の事情 等も含めてですねえの、まあ、投稿を控えたいという希望があった場合には、もちろん、主治医の先生方の診断等もあれば、もちろんいいわけですけれども、そういったこともあるなしにかかわらず、まあ、ご家庭の事情なんかも含めて、保護者ご本人の意見を十分聞いた上えで、投稿をしないということを当然認めております、でその場合には、いわゆる形式的には、形式的処理にはしないということでありまして、併せて学習保障を図っていくと,いうところで、各校にお願いしているところでございます、以上でございます。続<き>はい そういうういいいい柔軟な対応がされてるるということこであ,のある意味安心いたしましたそれであの先ほど少しご答弁の中にあったんですけどもあのそういうまああの認められた欠席となった場合ですねあのまあ心配になるのが本当に学びの格差であると思うので先ほど言われてたそのえっとオンラインを使ったようなあの授業など この学びの保障として取り組んでおられる事例があるとさっきおっしゃってたんですけど、もう少しそこらへん、どれぐらい広ができているのかとか、詳しい情報とか分かりますか清水さんとお部長 先ほど申し上げましたように、正確な数字というわけではございませんけれども、えー、まあ基礎疾患でありますとか、まあ、ご本人のご意向、ご家族のご意向ということで、現在、そういったご意向を踏まえて、オンラインの対応しているという学校については、少なくとも20校程度はあるかなというふうに把握しております。で、その中に、先ほど申しましたように、その疾病、基礎疾患そのものが理由でということで、で対応している例もございます。それ以上でございます鈴木委員 はい、ありがとうございますでやっぱり、まあ、オンライン等をせっかくあるものを使っていくと同時に、まあ、あのいろんな状況の,あの多分今20校程度あるとおっしゃってたんですけどまだまだ今の現状全ての学校でもしそういう生徒がいはってもそれが駆使できないというまだ環境のところもあると思うのでそういった時ところには、まあ、ある意味アナログ的ないろんな文書とかいろんな在テキストをおうちに運んでとか。 そういういことももちろんやってあのおられるというふうには思っています。で最後なんですけどそういったようなことを今回のコロナを、えーまあ、本当経験したからこそこの間ずっとよく質疑で出てきたいよいよあの今みたいなその中に入ってたのかもしれないんですけどいわゆる不登校、うん、ずっと学校に来れてないお子さんにもあのモデルケース的じゃなくて。 もう最初からそこはやりきるという感じでね、しっかりとあのアナログ的なあの要素も含めて、オンラインをしっかり駆使するということも含めて、どういうふうに本当にえ今期、この来年度からやりきるぞというような方向になっているのかどうか、そこら辺をちょっと教えてください。清水担当部長 先ほどのとおりでも若干、触れさせていただきましたけれども、この1月に各学校の方に発出した通知の中に、今先生おっしゃいましたような、様々な事例、信者的な事例、あるいは不登校等の事例も含めて、このコロナというのもある中で、登校をできない子どもたちに対する対応につきましては、できるだけ柔軟に学習、学べの補助をとにかく図るということを優先事項として、 いわゆるアナログ的な手法、これまでからこれはしっかりやってきたわけでございますけれども、こういったものも継続しつつ、オンラインというこういったツールも駆使して、しっかり保障していくようにということで、通知しているところでございまして、これは従来からやっておりますし、これを改めて徹底させていただきたいというところでございます。先ほど申し上げました、2 5程度の中には、いわゆるどちらかというと、不登校傾向へのサポートということも含めたものも入っているというふうに理解しているところでございます。 えとぜひですねあの、従来からやってることなんですというが、しかしすべての学校には広がっていないわけなんで、やっぱり不登校になってるようなお子さんも含めてね、やっぱりその事情等々はいろいろあると思いますけれども、ぜひあのこの課題、あのやりきるということであの、頑張っていただきたいということを要望して終わります。はい、よろしいですか それではこの件に関連しまして、他にご質問はございませんかなければ次に、地球温暖化対策と学校等の取り組みについて、兵頭副,副委員長、どうぞ。兵頭副委員長。 よろししくお願いいたします,、えーとですね、まず、本市では2050年のいわゆる CO2 排出量、賞味ゼロというのを全国に先駆けてまあせあの宣言されましてそれあの多くの自治体がまあ後に続いてあの昨年はまあ政府が国として2050年に CO2 の排出量、賞味ゼロをしていくという発表までしましたけれどもその中で,です、ね、あの昨年、昨年ゃいますごめんなさい、2018年ですね あの文部科学省があの調査発表した中であの公立のいわゆる小中学校におけるその太陽光発電設備の,あの学校施設の設置率をあの発表したんですけどそれが全国平均で31%だったということですね。発表当時のデータではありますけどもあの小中学校における設置コースというものでいくと。 全国9,022校の中でいわゆるその太陽光発電の設備を設置しているのが一番多かったのが福岡県だったとでその次は埼玉県で東京都、神奈川県兵庫県と続くんですけどもあの京都府はそこには入っていないんですが、まあ、ちょっと変わったところで風力発電が153で一番多かったということが書いてあるんですけどもあの、まあ、その中でいわゆる本市においてはです、ね、あのこれお聞きした数ですけども恐縮ですけども 261公園中で現在設置しているのが114百126基の太陽光発電だと。 その設置率でいきますと43.7%ですかねですからの、まあ、この31%になるとどれだけ増えているかは分かりませんけども、まあ、ほぼほぼあの全国平均よりはあの上,に上回っているということで安心はしているんですけれどもあのやはりその福岡県先ほど第1位という話をさせてもらったんですがその中であの政令市で同じ政令市である北九州市が、ね、195校の公立の学校のうちほぼ100%近くが 設設置置ししててああるると太陽光発電を設置してあるそうですまああの規模というの大きさが小さいのもあるかもしれませんけれどもそういった現状の中でやはりあの本市はですねあのカーボンニュートラルを一番最初に推進した市ということの観点からちょっと財源的に今非常に厳しい財源状況であるんですけれどもやはりそういったものを推進していく立場にあると思うのですその辺りのご意見をあのお聞かせいただけますか。またの質問 はい、えっ、ー、とそうですねあのすいません。 えっと、先生今、ご紹介いただきましたように、中級温暖化対策としまして、学校での取り組み。あの、まずは平成七年度から、太陽光の、設置を始めております。これはもう、あの、児童生徒に環境問題を啓発するということと。いうような、あの、電源を確保するっていう、そういう、あの、目的で設置してきております。さらに、ずっと、あの、この間、あの、校舎の長寿命化事業なんかで、あの、しっかりと。大規模改修をやっておるんですけれども、環境か、学習。 環境の向上とかバリアフリーの取り組みだけではなくて環境に配慮した改修というのもしっかり取り組んでおりましてエネルギー消費を削減するために例えばあの照明器具の LED 化であるとかあるいは屋上断熱工場を行いながらエネルギー再生エネルギーを利用するということで太陽光設置を行っております体育につきましても防災機能強化ということでしっかりとこれは蓄電池を併設しまして太陽光発電をするとかって え一方、もちろんあの既存校だけではなくて新築校におきましてもえ屋根断熱とか複層ガラスいわゆるあの建物そのものを省エネでえー建てるということと LED 化とかっていう省エネ設備あるいは太陽光などの再生エネルギーもしっかりとあの設置するということでえ取り組みをしております。平成にえ2年あ 令和2年の4月に開港しました北で言いますとあの、ペレットを燃料とするあの冷暖房設備を設置したりとか、あるいはあの市内産木材を利用するということでの整備なんかも努めて、えー、環境対策、しっかりと取り組んできていると、そういう状況でございます兵頭副委員長、はい。ありがとうございます。あの今お話しありました、あの校舎とか、いわゆる体育館のです、ね、新増築ですね。 あの今お話しあった長寿命化とかリニューアルのときにそういったあの設置とまた省エネ化を進めているということもあのお聞きしているんですけれどもあのまあこの令和3年の4月1日からですかねあのいわゆるそのこの温室効果ガスの削減目標がこのまあ環境生活作局の話になってしまうと思うんですが2030年度までにで2013年比で40%以上削減していこうと。それに伴って あのちょうど今現在進行形ですけどもあのこの京都市の地球温暖化対策計画の市民意見をちょうど募集している最中なんですねそういった中で考えますといわゆるこの2030年というのは一つのキーワードになってきてこのいわゆる10年間で非常に大事になってくると思うわけですね。ですからこの10年後 に対して今その43.7%の設置の状況少年の設置状況になってますけどもそれをやはり最終的なこの10年間で私の個人的な意見かもしれませんけれども100%に近づけていくのが非常に本市としての大切な目標になるのかなと思っているんですけどもその辺りいかがでしょうか。またの えっと、すみませんあの、目標に対しての,あの数値っていうのはちょっと示すことできませんけれどもあの、2050年に CO2 ゼロ、えー、っていうことを目標にしています、京都市、あのえー、昨年末にはあの地球温暖化条例も改正されているということで、本質いたしますしても、まずあの公共建築物で、えー この新築あるいは改修する時に、えー、あ増築とかする時にあのまずあの技術的なあの基準がございましてあの共通市公共建築物炭素仕様ということでさまざまなあの整備あるいは設備なんかの,あの基準がございますそういうものをしっかりとあの取り組む中で太陽光発電とかあるいはあの環境負荷、えー、環境配慮さまざまな あの施設設備を整えながらしっかりとあの事業は進めていきたいとそういうふうに考えております。以上でございます。京都副委員長、はい、ありがとうございます。まあ,あのじゃあ設備の方はあのしっかりと明確な目標はまここではあの言わないということであのそれはまた2050年までの長期的なことになると思うんです。まそのあたりは環境政策と合わせてしっかりとまたご検討いただいてぜひ推進していただきたいと思っております。よろしくお願いします。 あのこれに付随しまして、のその同じ今、先ほど環境教育の話も出たんですけれども、のその環境教育の取り組みについてちょっとお聞きしたいんですけども、文科省があの進めています、環境を考慮した学校施設、通称エコスクールなんですけれども、環境負荷の軽減だけではなくて、これはあのその環境に対するその取り組みを教材にして、いわゆる環境教育に資するという。 あの施設面、運営面、教育面という三位一体の推進体制になっていくと思うんですけども、これ、少し調べさせていただいたんですが、平成9年から28年までですね、当時の京都市として、京北とか除いて今の、当時の京都市として考えると、9つの本州の小中学校が認定を受けてました。平成29年からはエコスクールプラスというふうに名称が変わりまして、 あのいわゆる環境省、国交省、農林水産省もあの、まあ、いわゆる関係してあの施設整備の補助金も出る体制になっていると思うんですけれどもあの平成29年度は向島修練小中学校ですねで平成30年度はあの下行宮や小学校と先ほどご,はあのご説明があったご紹介があった京都京北小中学校が認定を受けているんですねであの令和のいわゆる元年、まあ、平成31年ですけれども 令和元年とこの令和2年度はちょっと受けていない状況なんですが今後、このエコスクールといったものへの取り組みというここ途中までいわゆる29年,29年度まで30年度まで受けていらっしゃったんですけどもその辺りあの受けられるご予定とかお考えとかどうでしょうか。またの出張 はいえー、とこれにつきましても、いわゆるあの施設整備をする中で、えー、それぞれの視点がございます、そういう視点で基づいてあの整備したものについては、あの認定を受けられるということになりますあの、今後の取り組みの中でも、これはあのしっかりと進めていこうと、そういうふうに考えております田副委員長、はいありがとうございます、まあ、ぜひあのしっっかりりとと進めてていいたただきたいと思っております。 であのそれに付随して、ですねあのこれも同時にいけばよかったんですけども、あの京都ではあの、本市ではですねあの環境マネジメントシステム、KES がありますね、でその KES の学校版ということであの、環境に優しい学校という認定をあのり、かなり取り組みしてらっしゃると思うんですが、あのこれ、ほぼほぼあの本市の学校、ほとんどが認定を受けているといお聞きしているんですけども、そのちょっと内容を教えていただきたいと思うんですけどお願いできますか。清水担当部長 KES、京都環境マネジメントシステム、スタンダードに基づく認証機関による認証ということで、この学校版ということでして、まあ、中身的にはその環境に優しい学校として、ちゃんと取り組み、まあ、そのマネジメントができているかということを見ていただいて、認証を受けるというものでございまして、早くは平成13年度からやっておりますので、これ、全校実施が平成21年度ということで以降、ずっと全校実施しているところでございます。以上でございます。副委員長副 まあ先ほどの英語スクールとはまた別の観点ですからこれはしっかり今後も取り組んでいかれるという,ふうに認識していけばよろしいですかね分かりましたあの本紙の,の小学校4年と5年とあの中学校の環境教育のですね副読本ちょっと拝見したんですけどもあの素晴らしい取り組みだなというふうに私感動してまして2050年というのは私も,もうこの世にいないかもしれませんけども平均年齢がありますねあのこれからその京都になっていく中にのお子さんたちでちょうどこの2050年といって今の お子さんたちちが30代40代ののょうど中核の年齢になるわけですねですから、それに向けて、この本市ではの京都市の環境教育、学習基本方針というものを出されていると思うんですが、ちょっと最後に申し訳ないですけど、それらの、のそういった基本方針を踏まえての環境教育への今後の,その展望とか取り組みとか、そういったものをお聞かせいただいて終わりたいと思います清水担当部長。京都市ですけれども、まあ。あの 京都議定所定拠地ということでございまして早くから、えー、環境教育には力を入れてまいりましたで近年は、まあ、SDGs の視点も入れましてですね、まあ、大きな目標としては持続可能な社会づくりに貢献できる人材を育成していくということで、えーまあ、前期的なベースとしてはどんな、えー、教科あるいは教育活動で環境の側面があるか環境教育が効率的にできるかということを、えー、指導案を示したあの環境教育スタンダードというものをベースにしながら各教科 それからまあさまざまな企業とか NPO さんなんかと連携したデューマ事業等も含めて総合的に進めておりまして先ほど申し上げた目標に向かって継続的に取り組み進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。ありがとうございます。あすみません。しありがとうございます。まああのしっかりじゃお願いしたいです。ありがとうございます。以上です。終わります。はいえー、それではこの件に関連しまして他にご質問はございませんか。 なければ次に新型コロナウイルス感染症に対する教育委員会の取り組みについて、寺田委員、どうぞ。特に、あのー、今年ですね、あのー、子ども・こども・ハー局と教育委員会の、ままあ、連携についても、いろいろと質疑もさせていただきましたし、まああのー、同じ 質問をですね委員会でさせていただくこともあるんですけどまあ今日もあのそんな形で、えー、先ほど子ども家庭の育閥組局にした質問と同じような質問をさせていただくんですが、まあ、特に子ども家庭の育閥組局の場合は、まあ、20代であったりとか、まあ、そうした対象の話をさせていただいたんですが、教育委員会も同じように、まあ、高校生であったり、中学生とかが、ですね新型コロナウイルス感染に対する認識といいますか、そういったものがどういうふうな状況になっているのか。 でまああのー、よく報道とかでもありますのは、まあ、若い人は比較的そういった症状が出なかったりとかあは、まあ、若い人から、まあ、今部活はそうしてねあの起きてますけれどもいる重症化しないという中で、まあ、比較的ですねその自分たちは、まあ、感染してもそうこう何て言いますか重症化しないけれども自分たちが感染した時に、まあ、おじいちゃんおばあちゃんであったりとかそういう他の方にうつすと大変なことになるからまあ あの気をつけなければいけないよみたいな、そういう,こうちょっとまあ風潮といいますか、そういうのがある中で、ですねやはりその私自身は、もう少しその若い人たちに、やっぱり自分たちが感染してもね、リスクが大きいんじゃないかなということを、この間もちょっとお話しさせていただいたんですけれども、そのあたり、ですね子どもたちの認識とか、そういうのは、教育委員会の事務局としては、どのように認識されてるでしょうか佐藤所長。 あの新型コロナウイルスについての子どもたちの認識というあのご質問でございます。あの新型コロナウイルスが出てきましてから、あの正確な情報をできるだけ子どもたちにこう届けるように、あの情報提供と、そして啓発を行ってまいりました。で、あのまあ、感染防止ということで、マスクや手洗いですね。そういうことをこう。あの中心に。まあ,あの。 取り組んでできたところですけれどもその学習といたしましてはもちろんあの新型コロナウイルスのまあ、危険危険ですねそういうことをまあ踏まえながら学習は進めてきたんですがまあ、あの子どもたちのことですからもう少しあの立体的にといいますかそういうことで学、えー 新型コロナウイルスとか、まあまあ、人類がです、ね、ウイルスとどのようにこう共存してきたのかあるいは戦ってきたのかあるいは大きさはどうなのかとかです、ね、そういったリーフ,リーフレット等もあの作りながら子どもたちが、まあ、正しく恐れるといいますかそういう形であの進めてきたところですただあの今委員おっしゃっていただきましたように今あの中学校3年生高校3年生はあの 本当にあのコロナウイルスにかかってはいけないということで、あの十分注意してますが、ただ、それはあのもしかしたら受験がということだけで、直接こう自分の命がどうなのかということにつきましては、まだまだあの認識は甘いのではないかなというふうに思っております。以上です まあ非常にまあいいポイントをお話しいただいたんですけど確かにね、あのそういう受験とか、そうした非常に人生にとって大切な機会、まあ、部活動の試合であったりとか、そういうのに、あのー、が近づいているから、感染リスクを避けなければいけないというのは、まあ、当然それはまあ今、一つのきっかけというか、そこは大事だと思うんですけども、やはりその自分の体っていうか、それを考えたときに、あの若いから大丈夫とか、まあ、感染してもそんなにこうひどくならない、あるいは感染したときに、 そのうちの方とかですねそういう他の人に迷惑をかけるから感染してはいけないっていうのは、まあ、ちょっとこう私自身も怖いなという風うな感覚もありますのでやはりその子どもたちが自分たちの体をしっかり守るっていうか、まあ、そういうことをですねやっぱり分かっていただけるようなそういうちょっとまあ方向性といいますかそのまあ 学校ももちろんそうですけども、まあ、家庭内でもですね当然学校がいくらそう教えてもあのご家庭でですねあうちはおじいちゃんおばあちゃんがいるからあ感染したらダメだよって言われるとね子供にしたらまあそのおじいちゃんおばあちゃんがいるから気ぃつけなあかんのかなというふうに思って。 てししままうと思いますしやはりその子供自身が感染したときに、まあ、今のところ今のところのデータではそんなに重症化してないという形ですけどでも現に重症化してる人いますし後遺症出てる人もいるみたいなので、まあ、そういった意味ではまだまだわからないこれあのウイルスと言いますか病気なのでこれ自身が今はその症状でなくても例えば10年後20年後になったときに何かしかの形でまあ 疾患が出たりとかすすればですねやはりあの時もっと気をつければよかったという後悔をしてもそれはもう遅いわけですからそういった意味では今子どもたちにそうした何て言いますか啓発というか啓蒙というかねその名の学校現場だけじゃなくて。 地域であったりとか、あの保護者の皆さん方も同じようなこう認識を持たないといけないのかな、まあ、もちろんメディアの皆さんもそうですけどね、まあ、そうしたことをしっかりと取り組んでいただくということが必要だというふうに思っています、まあ、これは子ども若者のハーもそうですし、例えば京都市である大学政策の担当もそうだと思うんですけれども、そうした若者や子どもに関するセクションはです、ね、やはりしっかり連携していただいて、あの教育委員会がいろんなそういう情報発信のノウハウを持ちやと思いますし、 あのなんとかそうう連携してです、ね、今言ったようなことを発信していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか佐藤所長。あの改めてです、ね、今お話しいただいたことにつきまして、本当にあの、えー、今の世間の風潮でいうと、確かにあの。 最近出しましたやつも大切な方を守るためにというチラシであの啓発をしているところです、改めてあの変,異の変異したウイルスの危険ということも出てきています、それからできるだけ新しいそういった情報を提供しながら、子どもたちの命を守るということで、新たにまた取り組みを進めていきたいと思います。以上です 今あの、答弁いただきましたので、今後です、ね、そうしたことをしっかりと啓発していただいて、やはりそのこれからを担うあの若い世代といいますか、子どもたちの、まあ、健康をしっかり守っていくということを、まあ、私たちも含めてですけれども、大人たちがです、ね、しっかりと認識して、そして子どもたちと共有して、えー、していただけたらなと思いますので、よろしくお願いしますす以上ですよろしいですか。 この件に関連してほかにご質問はございませんか。なければ次に、緊急事態宣言の下での教育活動、課外活動のあり方について、富樫副,副委員長、どうぞ。副長よろししくお願いします、えー、あの えま,まず、ですねあの、えー、この間、まあ、13日の,あの本,本部会議のときに教育委員会が示したあの、まあ、あの緊急事態宣言のもとであの教育活動の,後の指針なんですけれどもこれ,をあのこれはですねあの衛生管理、まあ、国の衛生管理マニュアルにおけるレベル3の段階に入ったもとでの判断というふうに捉えたらよろしいんでしょうか。原田部長 あのえレベル3であるからということではなくて、あのまあ、あのそのレベルをが2なのか3なのかという部分につきましては、明確にはあのきちっとあの示すという、まあ、状況ではないのかなと、まあ、指数もいろいろと変動いたしますねと、ただ、あの京都府があの独自に示しております特別警戒基準にも、今京都府、あの京都市もそういうあの状況でございますし、またあの緊急事態宣言が、まあ、あのを要請して、またあのして、地域にされていると。 という状況も踏まえまえしてあの今京都市の学校現場に対しましても、一層あの緊張感を持ってえ取り組もうという思いも込めて通達を出したところでございまますす以上でござい高橋副委員長。京都府としての,まあじあの判断、あるいは京都市としての判断と、あ,あとまあこの間の教育現場での感染の状況とか踏まえて、総合的に判断されたんだというふうに思うんですけれども。あ,あの えーまあ、この判断するにあたって、保健所との相談というのはされているんでしょうか田部長あのレベルがどうなのかという、あの具体的にそれをもってあのやり取りするということというよりも、あの対策本部も含めまして、あの京都市として全体的なあの取り組みを進める中での、まあ、毎回あの報告しております感染状況でありますとか、いろいろなあのあの数を。あの データがございますので、それらを総合的に判断してあの進めており、まああの教育委員会といたしましては、当然、保健福祉局ともしっかりと連携を取りながら、学校現場の対策につきましてもあのしっかりあの連携を取って進めているところでございます、以上でございます戸橋副委員長。あの今 まあの家庭内での感染がまあ主だということで、先ほどの,あの質疑とか、こ,この間この一般質問の中なんかでも、ちょっとあの京都市内の,あの一律学校などでの感染の状況について、特徴があ,ありましたので、今後の判断していく上えでの材料にもしたいので、ぜひ、こについては後でいいあで資料でお諮りいただきたいというふうに思います。 そして、えー、とそれあのちょっと私、聞いたのはあのそううあのレベルがどうかというその機械的な判断あの、機械的というか数字的なそういう国の基準にはめてという意味で聞いているんじゃなくてあの、えー、昨日、あの京都府があの出した、えー、指針の中で、まあ、教育委員会も、ね、あの通知を出しているという話なんですけれどが、まあ、かなりあの、えー、バレーボール,、えーとバレーボール バレーボールとかラグビーとかバスケットとか卓球など、まあ、具体的な種目ごとに詳しいこの高いリスクの高い活動っていうのを、まあ、あの具体的に、まあえー、書いてあの、まあ、これを回避しながらあの、まあえー、やっていこうということで留意事項っていうのがま出されておりますでそれであのやはり今の感染状況で言いますとあの 感染経路不明者の感染者、まあ、いわゆる市中感染の指標となると思いますけれども、これがだいたい毎日の平均で30人弱生まれるような、まあ、こういうまあ厳しい市中感染の状況があって、まあ、そこから広がってくるこの家庭内感染の拡大で子どもたちが感染するという状況があると、でまあ、若者の中にも先ほどありましたように、感染者の中で後遺症が残るケースというのも指摘をされていると、まあ、そういうハイリスクな状況であるがゆえにですね、 部活を中止するかあるいはあの部活を継続するにしても京都、まあ、府が呼びかけるようにかなりあの制限かけなければ子どもたちを守ることができない状況ではないかなというふうに思っております、まあ、その点であのこれまあちょっとまたそれはあの個人資料であのまた後でいただけたらいいのその学校に出した通知とか部活についての通知は後でまた個人資料でもらいたいんですけれどもあのまあ実際ちょっと現場での工夫ということで やはりこういうい助言おそらく京都市もまあするようにしてされているんだと思うんですけれどもあの、まあ、活動時あの、まあ、あの部活を始めにあたってそのミーティングなどで感染防護の留意点を絶えず確認するようにするとかやはりあの、えーまあ、こういうふうに気をつけましょうという一般論ではなくて絶えず意識化することで、まあこの感染防止の,この実効性を確保する工夫が必要じゃないかと思うんですけれどもこの間はいかがでしょうか。 国出張部活の感染防止対策についてでございますが、京都府の方があが詳しいものを出されたということで、あのあの京都市といたしましても、京都府と、えー、協議をしながら、えー、取り組みを進めておりますので、えー、その内容を承知しながら、えー、一律学校の方にも、えーこのえー、昨日ですけれども、通知をさせていただいたというところでございます。えーまたあの 今生徒への意識化というお話がございましたけれども、あの学校再開後、この間、生徒向けにも、えー、教育委員会といたしまして、こういうところに留意してほしいという、えー、通,知通知といいますか、えー、案内を出させていただきまして、学校の方からも指導をいただいているというところでございます。えー、これはあの1回で終わるということでなしに、引き続きあの意識をの向上を目指しまして、えー、取り組みを続けてまいりたいという,う考えております。以上でございます副委員長 まああのまあこうこうしたあのまあ引き続き取り組むということなんですけども、まああの各学校にも徹底されているし、まあ新聞でもまあ報道されていると、まあこうしたあの情報提供について学校や子どもたちはもちろん保護者、我々議員も含めてですね、積極的にちょっと提供していただきたいなというふうに思います。で、まああとその際ね、ちょっと私一番大変今大変すごく心配しているのが、あの感染をしたあるいは濃厚接触の状況の中で。 あの休んでいるあるいはあの闘病してるっていう子どもたちがまあたくさんいるという状況の中でそういう子どもたちがその本当にあのゆっくりあの安心してこの療養し,してでまあ回復した後に。 安心してて学校ににに戻れるるといいううが非常に大事だというふうに思っているんです一時期あの学生での産産あ,のある大学の、えーまあ、クラスター発生した時にものすごいバッシングが行われたことあるんですけどもやはりちょっとその辺は非常に、まあ、あの子どもたち小学生にしろ中学生にしろ高校生にしろ極めてデリケートな年代でありますのであの、まあ、社会全体は当然ですけども学校の中でもやはりそういうあの まあ、あの当然、されているとは思うんですけれども、まあ、丁寧なあの、えーえー、この人権を守る取り組みっていうのをしっかりしていただきたいなという思うんですが、いかがですか清水担当部えこの間、機会あるごとに各学校の方には通知という形で、今、先生おっしゃいましたような、まあ、感染者、あるいは濃厚接触者への 偏見でありますとか、差別が起きないよう、あるいは保護者との連携も含めて、えー、しっかり対応するように各学校にお願いしておりまして、そのようにしていただいているものというふうに考えております。で併せまして、先ほどの別の答弁でもありましたけれども、えーまあ、偏見や差別を生まないためにはあの、ウイルスに対して正しい知識を持つことが何よりも重要でございますので、知れば知るほど授業で話題にできるウイルス関連まみ知識という名前の提案、リフト、リーフレットを作りまして、これも各、ここに配布しております。でこののリーフレットの表紙にはあの日本籍従者が あの作っております3つの感染症、病気、不安、差別のサイクルがつながっているというまあ,あのわかりやすいあの図がありましてこういったものも表紙にしながら、えー、感染症にかかる差別あるいはいじめを許さない取り組みというのは、えー、継続して続けてまいりたいというふうに考えております以上でございます。渡嘉敷副委員長、まああの大変大事な取り組みだというふうに思いますしあの引き続きお願いいたします。で次にあの。 ちょっとあの学校の教育条件の関係でちょっとお聞きするんですけど、教育条件というかあのあ、環境ですね、でえーこのあのまあ、衛生管理マニュアル、国のまあマニュアルではあのレベル3においては、最低でも1メートル、できる限り2メートルの距離を持って実施することというふうにまあ教育活動について書かれていまして、まあ、あの感染リスクが高い教科についても、いろいろとこの制限が書かれているという状況です。 そのレベル3か2なのかっていうところはなかなかあの判断難しいところだというようなお話だったと思うんですけれども本紙としてはそのこの衛生管理マニュアルがあの、まあ、言っているような水準の確保について、まあ、この、えー、緊急事態宣言が発令されるもとでよりまああのあの、まあ、限界体制というか。あのえー 注意しなければいけない局面に来ているという中におきまして京都市としてどういうあの確保されているかということをお聞きしたいということですで、まあ、その点でですねやはりあの今一度ですねちょっとその教室の大きさには限りがありますなかなか難しいものだと思うんですけども生徒児童館の距離の確保、えー あの例えばあの、まあ、ウイルスは測れませんけれどもその要は二酸化炭素の測定器を、えー、活用したあの換気の状況の確認というのが、ね、あのあの国の資料で出てるんですけども、まあ、こういったこととかも含めて、まあ、あの全部の学校というわけにいかないですけれどもあのいくつかちょっと調べてみて改善の字がないかとかいうのを絶えずチェックする必要もあるんじゃないかなというふうに思いますのでやはりずっと改めてこの緊急事態宣言にふさわしい対応について、まあ、どういうふうに 手を打たれていいるかととうことをご答弁お願いしまず感染防止対策ということであの、この間ですけれども、マスクの取り扱いについてもきちっと、えー、再度徹底といいますか、えー、十分に身体的な距離が取れないところで、えー 十分な呼吸ができなくなるリスク等がない場合にはマスクをしていこうという呼びかけをさせていただいております。また、今先生お話がございました、換気につきましても、陶器の方はやっぱりあの空気が乾燥するということで、飛沫が飛びやすくなるということもありますので、徹底して換気に取り組もうということで、学校の方にもお願いをしているところでございます。それからあの 学校の環境衛生管理マニュアルというのが国から出ておりまして、あの定期的に年2回、えー、学校薬剤師の先生が来ていただいて、えー、換気についての、えー、調査もしていただくということで、えー、冬場にもあのそうした機会を設けていただくようにしております、また、あのそれ以外でも薬剤師の先生方も、えー、学校のに来られますので、えー、専門的な見地からご指導いただけるように、えー、薬剤師会とも、えー、話をしているところでございます。小長 まあ、ぜひあのそうした取り組みについてもあの、まあ、発信していただくことが大事かなというふうふに思いますので、お願いしますでそれで,あの、まあえーでまあ、あとですね、あの最後に、ですで、ねまあ、にあの、まあ、少なくない学級とか、あるいは学年全体で、まああの日、1日とか2日という場合もあれば、ちょっと長めの学級閉鎖ということもあるわけなんですけれども、そういうことが、まあ、実際にいろんなところで起こっているという状況があります。 でまあ、あのさらにその感染していたり、あるいは濃厚接触者になっているような子どもが学校に来れないわけですから、そういうことで言いますと、いう、えー、状況があると、でそそれただ、ただすでにあの2か月間の休校というのがあったという状況の下で、7時間目の授業とかも含めて、かなりです、ね、子どもたちにはまあ負担、学校現場にも負担をかけているという状況があると思います。で ですからそ,その上、さらにこの休新たに休んだことに対する怒りを取り戻すという話になってくるとかなり無理が出てくるんじゃないかというふうに考えます。それで、あ,のえ、まあ、あ,のあんまり考えたくないことですけれどもより感染が厳しくなっていった場合には、まあ、それは分散登校ということもあの起こりうる話だと思うんですけども。 そうなってくるとますます。その授業日数はかなり限られることになってくると思います。でまあ、オンラインで補えばいいじゃないか。って話もあるけれども。ただ実際にはその先生ごとによってこのオンラインに対する習熟度とか得意不得意とかもあるという中で、その今までのまあ、あの経験が。 オンラインのノウハウというのは十分ないという状況の中で質の確保というのはなかなか難しいものがあるんじゃないかなということですのでやはり私はですねあの3学期あと残りの3学期と来年度の以降の学びの内容も含めてですね教育内容をあらかじめ精査することで学校現場と子どもたちの負担を軽くして、まあ、学校の教育活動全体の余裕をちょっと作っておくということが 今まあ必要なんじゃないかなというふうに思ってますので、ぜひちょっとその検討についてはあの教育銀行においにおいても、まあ各学校においてもぜひお願いできないかなということです。い,いかがでしょうか。清水ス担当部長、まあ三学期あるいはまあ次年度以降のまあ教育課程のあり方ということかと思いますけれども、あのまあ今年度のさまざまな対応取り組み等を通じまして、あるいはえ実際学校の方で行事とかあるいはあの授業のあり方なんかも 見直すすになったことも確かでございますそういったことも含めて、えー、まあこういった状況がしばらく続くということを踏まえた上で、えで、ー、余裕になるといいますか、えー、子どもたち、それから先生方に負担の大きくないような教育活動については、えー、しっかり考えていく必要があると思っていますし、そういった視点でもって、来年度の教育課程等は編成していきたいというふうに考えております。以上でございます職員長 よろししくお願いいたします、まああのこ,んまあ、こういう状況、ねあのえーと、午前中もあの、えー、議論がありましたけれども、やはりあのぜひです、ね、前倒しで,です、ね、あの35人学級を早急に実現してです、ね、ぎゅうぎゅう詰めになっているような、ま、クラスについては、解消できるように、ま、取り組んでいただきたいということと、ま、学校統合よりもマンマスクの解消などの取り組み、まあ、あの教室の確保を求めたいいと思いますす以上です、はいえー、ただいま、富樫副院長から要求がありました。 市内の学校での感染状況、えこの資料については自社提出できますか、原田部長、あの教育委員会で把握している範囲で、えー、示させていただきます。以上でございます。はい、えー、提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。ご異議ありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。自社におかれてはなるべく早くご提出いただきますようによろしくお願いいたします。 他にこの件に関しましてご質問はございませんか。ございませんか。はい。えー、なければ以上で教育委員会を終わります。理事者お疲れ様でした。以上で本日の委員会を参加いたします。委員の皆様本日も長時間お疲れ様でした。